Hello World 今夜は日本で最も〇〇にフォーカスしております、えー、六本木ヒルズ33階にある日本で最も高い場所にあるラジオ局 J 部から、えー、お届けでございますあれですかねこうドバイとか行くとあのち地上98階とかにラジオ局があるとかね、えー、ドバイには全て塗り替えられそうな気もいたしますけど、はい、さあここで、えー、皆さんからのですね寄せられました日本で最も〇〇もご紹介していきましょう もちちさん僕の住んでいる埼玉県八潮市渋滞情報で聞く八潮南インターぐらいしかメディアで耳することのあまりないこの街にすごい会社があるんです <laughs> その名も沼沢製作所何ですか化粧用具のビューラーを作っている会社で国内シェア約70%青銅のビューラーは全てこの沼沢製作所が手がけているそうです ちなみにこの沼沢製作所のビューラーには皮膚にサイドの棒が当たらないための工夫などが施されていて実際に使ってみるとその違いがすぐ分かるほどだそうです。<laughs> うわービューラーって言ったらねもうまつげ命なこう女性のみさんビューラーってあのこう挟むやつですね挟んでまつげをピュッと上げる大事じゃないですかうわー埼玉県八潮市ここにあるんですね7福さん日本で一番神社が多いのは新潟県。 四千七百ぐらい,い <laughs>。新潟県だけで四千七百あるの、はあ。京都とかよりも多いってことですよね。日本全体で神社どんぐらいあるんでしょうか。すごい、四千七百ってすごいですよね。<laughs> 続いて、えー、日本で最も虫の多い県は香川建設があるらしいです。うん。 面積,面積が日本で一番小さな県なのでそれを考えると点点点となりますがつらいです <laughs> いやーこれ虫好きにはたまらないですけど虫嫌いにはねおつらいですよね僕もちょっとそれ聞くとこれからの季節より一層怖くなりますはいまだまだ引き続きお待ちしております「#hw813」でどうぞ、えー、ハローワールドこの後もお知らせを挟んでさらに日本の最も丸々に迫っていきます let me なんか千葉,千葉県ないのなんかまあすぐ落花生とか行っちゃいますけどディズニーランドぐらいですかねえっディズニーランドぐらいですかいっぱい人が来る あいっぱい人が来るところかそうか逆に USJ とどのぐらい差があるか知りたいなああの,の,あのごめんなんかあの中入れるやつ する牛久観音じゃなくてですか。い,い,すいや、え。なんか。ここで超でかい。やつ、ね、変な立ってるやつあるじゃん。そうそうあれ牛牛久。あれは茨城だ、ねうん、ある。あで違う違う。千葉県の。千葉県にあるんです。あな,なんか。あるよ、なんか。それ、それじゃでしょ立ってるやつじゃない。いや、座ってるやつです。 えー、あじゃあいや俺言ってんの違うんだよあのねこれ大仏っていうか,かこれこれこれこの変な立ってるやつこれ「<ー>東京湾観音」っていうんだ いやなんか今そうやって出てきたけどなんかすごい中入れんだよ確か各階層ごとになんか意味合いがあって「誰か助けて!」今の僕の話あるでしょ知ってる ジュジュちゃんでございます。プレイバ k ねもっと可愛い感じの曲ですね。うん、新しい感じのジュジュちゃんを聴きました。はい、ジョ h e l イ o ハロー l d 今夜は日本で最もまるにフォーカスです。まあ、先週、関東もですね梅雨入りしまして、ジェーブでは昨日から雨が降ると割引やプレゼントなどを行うキャンペーン、うん、ハッピーレイニー・ジェーブスタートしております。で 株式会社ウェザーニューズが2010年に行った全国アメ男アメ女調査によります。そういうことやってるんですから日本人の3人に1人はアメ男アメ女と判明いたしました。で、日本で最もアメ男アメ女が多いのは和歌山県民。最も少ないのは山形県民だという結果が分かりました。これはあの、あなたはアメ男アメ女ですかとの質問をして、はい、いいえで回答してもらった結果、 全体の32.9%ははいと答え。日本人の3人に1人は、まあ、アメ男、アメ女であることが判明したっていう。実際じゃなくて、自称、自分でそう思ってはいをした人ということになるわけなんですね。はい。えー、この結果をですね、都道府県別に見てみると、やったんかい。<laughs> 日本で最もアメ男、アメ女が多かったのは、43.7%がはいと回答した和歌山県。ええ。で、続いて2位は。 石川県で 3, 3位が島根県で 40%4 位が新潟県で 38.8%5 位が長崎県38.3%ト。今日はなんか石川県と新潟県よく名前聞きますわね <laughs>、えー、で一方、下位を見てみますと45位は、えー、佐賀県 26.2%46 位が滋賀県で25.7% で、日本で最も雨男、雨女が少ないのは山形県21.4%ということだったんですね。で、ちなみに、えー、日本で最も雨男、雨女が多かった和歌山県の今度は平均ね、えー、雨が降ったね、えー、日数です。はい。99日、約100日、うん、ということですね。で、今度、 日本で最も雨男か雨女が少ない山形県の平均ねえー、まあ降水日数ですね雨が降った日135日で山形の方が1ヶ月以上雨の日が多いんですね、えー、ただこの雨男か雨女である自覚は気候の影響だけでなく、まあ、県民性が表れてるのかなというところで、ね、結果は大幅に逆でしたでまたこの雨男か雨女の比率を見てるとですね 雨男は29%雨女は36%となってまあ雨男よりも雨女の方が多いことも分かりました、えー、雨男雨女がいたらいいなと思う時はという質問に対しては溝不足の時これがまあ圧倒的に多いわけですね <laughs> いたらいいなってそ,そっちなんだで、えー、乾燥が続いた時、ね、あと嫌な えー、屋外行事がある時小学生ですか <laughs> 家でのんびりしたい時と続きましあまりいい扱いがないまた雨男雨女でラッキーなことは観光地のお土産屋さんや、えー、食事どころで雨の中よく来てくれたねと漏れなく割引をしてもらった <laughs> 外出や旅行に行く時、えー、雨用の準備をしていくので不意の天候不良でも困らない <laughs> 綺麗な人に傘に入れてもらえたらそんなことあるんですか、うん、へえ でまたウェザーニュースでは雨男、雨女を脱出できる方法を探すため1年で一番雨が多い曜日も算出していましたその結果、日本で最も雨が多いのは金曜日で16%これは結構納得いきます僕はあのー、第一金曜日にあの六本木で、ね、あの DJ イベントやってるんですけどいっつも雨ですもん特にこの1年それすごい感じました。 え土曜続いては土曜、日曜14.7%、ね、週末なのに、はい、なので金、土、日が上位を占める結果と、<laughs> 4番目が月曜日14.4%、5番目は火曜日で14%、6番目が水曜日で13.2%、ねえーまあ、曜日の中で一番雨が少ないのは木曜で13%って言ってた明日雨降ったりとか <laughs>、えー、休日の方が多いと考えられる、ねえーまあ、週末、えー、一番雨に降られやすいという。 結果になりましアメ男、アメ女の方は週末を避けてお出かけすると、ね、ア、え、メ、ー、男、アメ女脱出するかも、脱出することはできるかもしれない。出かけようがないですね。失礼しました。<laughs> J-Wave Hello World。ね、そういう方にこんな曲をお送りしたいと思います。奥田民生さんがそんな、あなたに歌ってくれています。アメ男。 <laughs> 今の短い曲も j ェのオンエアリストに載ったのか多たぶん3回を。<laughs> なかったことになりますよね <laughs> ちゃんと入ってましたね はい。 奥田よ、雨男、お届けしました。JWaveHelloWorld。今夜は日本で最もまるにフォーカスしております。みんなからも興味深いメッセージいっぱい来ましたね。先ほどの,あの、まあ、宇都宮と浜松の、えー、餃子のお話ですけど、まあ、餃子の購入金額ナンバー1になったのが浜松市でした。昨年は宇都宮市ですということで、まあもう抜きつ抜かれつの節戦を毎年繰り返していると。今年はどっちだということですよね。えー、さゆりさん 17歳、高校生ですか、太郎さん、こんばんは、私は日本で一番暑かった、えー、熊谷の高校に通っておりますと、はいえー、熊谷の人は一番を捉えてしまって、とても悔しがっています、<laughs> まあね、ちょっとあんまりあ暑いと大変なんでね、えー、そこをあらあら争っていいもんやらってのなのあるんですけど、えー、40.9度を記録し、暑さ日本一の、えー、座にね、 ついたの岐阜県の多治見市、えー、埼玉県の熊谷市からですね日本一暑い町の座が2013年、えー、国内の観測史上最高となる41度を記録と、えー、高知県の四万都市に移ってしまったということでございましてここも抜きつ抜かれつの、まあ、接戦を繰り返しているということなんですね。 日本で一番タクシーの初乗り料金が安い。数年前に値上げしたそうですが、それでも小型車320円。ええー、安い。前は確か270円。理由はバスがほとんど走っていないので、高齢者や観光客が気軽に乗れるようにと、地域のタクシーの会社3社ともに統一していると。市役所からタクシー会社へ補助的なことをしているそうですと。あと、日本で1位、2位を争う、ノームの街です。霧が濃いってこと。 3日に一度は霧の日で足元を見ながらでないと冬は前が見えませんだって髪がノームでびっしょりで水が滴り落ちますもう車の運転とかも結構それ危ないですもんねももぺこさんまたレオマワールド情報です <laughs> もうここまで行ったらいかないレオマ <laughs> もうずーっと太郎さん聞いてますお昼の頃からありがとうレオマに思わず反応仕事は雑誌関係ですがオープン時に招待で行きました当時は若社長はレジャーは俺に任せろの短縮系で <laughs> レオマと名付けたと豪語しておりましたほんとかいそれ <laughs> 僕の友達でねやっぱローラースケートあった昔の仲間がねレオマワールドオープンした時にやっぱそ,そっちで仕事でね行った友達が確かいたんですけどねケンちゃんってケンちゃん元気懐かしい私も最寄りの駅取りつだいですとか <laughs> えー、あ,あの駅前の駅前の,あのマクドナルドとかケンタッキーとかファーストフードが一番なくなる駅だと思います都立大学ね。な、うんえー、くなったの駅前のマクドナルドケンタッキー満を持してできた、えー、フレッシュネスバーガーとかも。 亡、えー、くなりまして、えー、都立大の駅前、盛り上げていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。もう一つ、えーあ、目黒区の学芸大学、面積あたりの美容院の数が日本一だって、行きつけの美容院で聞きましたと、真意は不明ですと、それを言うならば、目黒と品川、どっちってちょっと数えてないでわかんないんですけど、唐揚げ屋が多いのも、目黒、目黒品川合わせたらもうダントツだと思うんですけど、なんか中津の唐揚げ、ほにゃららとかも、なんとか唐揚げとか、もう唐揚げ屋ばっか。 そこにあの大英の中のケンタッキーの唐揚げ屋も加えてください <laughs> 目黒と品がどっちが多いのかこの間に数えてくださいもう一ついきましょう最後に日本で最も人口が少ない村はどこだか知ってますか東京都にあったんですその村は東京都青ヶ島村と人口165人98世帯港区から南に358キロもはや東京というにはというところもありますけど八丈島から70キロメートルほど離れた伊豆諸島の最南端です アクセスは飛行機で八丈島を目指してそこからまた船もしくはヘリコプターでおよそ2時間で到着竹芝桟橋からフェリーを乗り継いでいく方法ですと13時間近くかかりますまあ飛行機の半分以下の料金で行くことできますけど13時間あればロサンゼルスまで行きます住所は島の中全域が郵便番号100-1701東京都青ヶ島村 無番地です <laughs> あのバンチいらないので <laughs> 無バンチと、えー、郵便の配達など名前のみで判断されるそうですただ名字がですね菊池さん佐々木さん広江さん奥山さんこの、えー、4種の名前が大半を占めるため <laughs> 郵便を出す場合は名字よりも名前が重要になると <laughs>、えー、名字だけだともたくさん言い過ぎちゃうということですね、はい、東京都青ヶ島村天体観測のベストスポットとしても知られております ちなみにいつから人が住むようになったのかはちょっとはっきりしたことはありませんということだったんですね。あ,のあんまり宣伝もできればしないでほしいっていうことだったんです。人がわっと怒られても困っちゃうんでっていうようなことだったのでちょっと電話で直接お話をねあのあの聞きたかったんですけどそういうわけにもいかなかったという背景もございます。はいえー、日本で最も○○調べたらですね まだまだいろんな、ね、日本の知らない部分を今日はもう本当もうごく一部だと思うんですよね。まだまだあると思うんですけどこれパート2いけるんじゃないかなと思,、ね、思いますけど、はいえー、この夏は皆さんもですね日本で最もまるこれを探してみてはいかがでしょうか。Of World 今夜はいろんな日本で最もまるをお届けいたしました。